あのウクライナとロシアの問題ですけれども、あのウクライナに対して、ロシアがずっとこうあの脅しと言いますか、いろいろな形でこう圧力をかけてきたっていうのは、NATO に入るか入らないか、この問題なんですよね。うん、ですからあの、改めてなんですけれども、今日はこの NATO について話をしていきたいと思ってます池上彰と増田ユリアの you 学 YouTube 学園。 日本語だとナト t o って言うんですけど、英語だとネイトーって発言をするんだよね。ニュースでね、あの聞いてると、うん、あのウクライナのゼレンスキー大統領もネイトーネイトーって。<laughs> 言ってましたよ。はい。あ,あそうなんだ。うん、でもね、あの、セルビアに行ったときに、あの、NATO って言っても日本語読みだからと思って、NATO って言っても誰もわからなかったって。<laughs> で、NATO って言ったら、ああ、ああ、みたいな感じだったんで、ちょっと表紙抜けしたっていうのもありました。だから、じゃあ、セルビア語だと、おそらくじゃあ、NATO って発音するんだろうね。ああ、そうなんですかね。わかんないですけど、<laughs> うん、はい。はい。うん、じゃあ、そもそもその NATO っていうのはね、 北大西洋条約機構の英語の頭文字を並べたものというわけですよね。で、そもそも東西冷戦時代、こう、西ヨーロッパの国々にしてみると、ソ連、あるいはこう、東ヨーロッパの軍隊が攻め込んでくるんじゃないか。そしたらひとたまりもないえ。それぞれ西ヨーロッパの国ってみんなちっちゃいから、とてもこれでは、あの、ひとたまりもないので、アメリカやカナダを引き込んで、 つまり北大西洋の向こう側の国々も一緒になって、えー、作った集団安全保障体制1949年のこ,とです、ねうん、これはアメリカとカナダが主導してそれで作られたものなんですよね。うん で、その集団安全保障体制っていうと、なんとなく難しそうな気がするんですけれども、結局、このグループに入っている国のどこかの国があのまあ攻撃を受けたら、他の国も協力して反撃をする。それが集団保障体制というものですよね。そうですよね。で、これに対して、NATO を作るときに、こんな言い方ヨーロッパではされたんだよね。アメリカを引き込み、ロシアを締め出し、ドイツを抑え込む。でね。 ね、どういうい意味ですかだからアメリカを引き込んで、えー、ソ連に対抗しようで、うん、それってつまりロシアを締め出すことだとヨーロッパから。うん、と同時にドイツをこの集団安全保障体制の中に組み込むことによってえドイツが勝手に戦争が起こせないようにしようとし,したんだっていうことなんだよね。っていうのはじゃあ第二次世界大戦が終わった後でもドイツは負けましたよね。はい それでもそういうふうに見られてたってことなんですかヨーロッパの各国からドイツが恐れられていたってことだよね。うん、だから、この後ドイツが軍を持つ再軍備っていうことを進めようとすると、うん、それでまたドイツが強くなって、周りの国に攻め込むんじゃないかっていう恐怖を持ってたんだよね。うん、で、例えばあの、日本に関しても、アメリカが占領した後、日本軍を解体したいでしょ だから日本は非武装国家ということになったんだけど、結局朝鮮戦争が始まったら、いや,いややっぱり日本にも軍事組織が必要だって言って、アメリカが警察予備隊を作れと言ってきて、結果的にそれが自衛隊に発展するということになったわけだけど、あのヨーロッパでも最初はドイツ軍を解体して、ドイツは一切非武装になっていたんだよね。ところが、 ドイツが東と西に分かれて、東ドイツがソ連の指導の下でどんどん軍備を拡大していく。となると、西ドイツ、いや、ここ軍隊置かないわけにはいかないよね。やっぱり、ソ連の脅威に備えて、西ドイツに軍隊作る必要があるということになって、周りの国々が、まあ、NATO の一部ということならいいだろうって言って、こう認めたということなんだよね。 つまりは西ドイツは NATO のグループに入ったっていうことになるわけなんですよね。はいうん、そうですねじゃあこの西側に対抗して東側にできたあのソ連とか東欧の諸国があの協力したのがワルシャワ条約機構ですよね。はい、でこれはあのポーランドの首都のワルシャワであの調印されたのでワルシャワ条約機構という名前になったわけですけれども。 自体はモスクワにあってソ連がまあリーダーシップを取って作った安全保障の体制ということになりますよね。で、まあ、このワルシャワ条約機構ができたのは1955年なんですけれども、これ今の池上さんの話で言うと、西ドイツが軍隊を持って NATO に加盟したこと、うん、これを受けてできたってことなんですかそうなんですよ。西ドイツもね、この軍隊を持ったのがやっぱり1955年で、ソ連や東ヨーロッパも、 西ドイツが軍隊を持ったと。いや、またこれが攻めてくるかもしれないという、やっぱりドイツに対する恐怖心というのがあって、じゃあ西ドイツが攻めてきても守れるようにしようと言って、ワルシア条約機構ができたんだよね。うんなるほどね。その、あの、ワルシア条約機構がまあできる前えっていうか、あの えーと要するに NATO に西ドイツが加盟した時、うん、でその前の段階ではどのくらいの国がこの NATO の方に加盟してたんですかあの西ドイツがこう加盟する前の段階での NATO の加盟国って12カ国だったんだよねベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、アイスランドイタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェーポルトガル、イギリス、アメリカというわけで これ当初、NATO ができた時に、NATO の本部はフランスのパリに置いたのね。だから、フランス中心に NATO っていうのはできたんだけど、アメリカとイギリスが加わると、だんだんアメリカやイギリス主導になっていくわけね。そうすると、当時フランスの大統領、ドゴール大統領ってのは誇り高いから、そんなアメリカイギリスの言う,うことを聞くような、そんな組織に協力できないって言い出して、 NATO から飛び出さなかったんだけど、フランス軍は協力しないって言い出したんだよね。え、意味なくないですか、それって。そう、そううだから意味ないの。だって、うん、みんなで一緒にソ連に対抗しましょうと言ったのに、フランス軍は協力しないよって言っちゃったんだよね。うん、なもんだから、じゃあ、パリに本部を置いといてもしょうがないよねって言って、ベルギーのブリュッセルに本部を置いた。 今、ね、EU の本部もあのベルギーのブリュッセルでしょそこに NATO の本部も移ったんだ、はい、ということなんだよねなんだけど2009年のサルコジ大統領がいややっぱりフランス軍は協力しますよと言ってそれ以降はフランス軍も NATO に協力するというに戻ったということなんだよね。うんなるほどどねあの東西冷戦の期間って長くありましたけれども、うんその 中でまあ加盟国がどんどん,ん,ん NATO に加盟する国が増えていってトルコ、ギリシャ、ドイツ、スペインっていうふうに加盟していて16カ国になって、ね、東西冷戦時代はこういう形で狙い目があったんだけど東西冷戦が終わってソ連が崩壊しちゃうと東ヨーロッパの国々だれを打って NATO に加盟したんだよね結果現在30か国まで増えたというわけだよね。 つまりはワルシャワ条約機構の方にのグループにいたのに、まあ、ソ連が崩壊した後っていうのはみんな西側に来たってことでですすね。ね、うんはい。そうだからプーチン大統領にしてみれば昔は自分たちの仲間だったものが敵に走りやがってというそういう思いを持ってるんだよね。 うん、なんかすいません、心情的にちょっとわかるかもしれないと思ってしまいました。<laughs> はい、だってね、東西冷戦で、あの、自分たちで作ったグループが、あの、ソ連が崩壊したらみんな西に行っちゃったなんて言ったら、ちょっと寂しいというか、裏切ったなって思っても、<laughs> <う>心情的にはですよ、はい、あの、仕方がない面もあるのかななんて、ちょっと思ってしまいましたが、はい、だからやっぱり気に食わないんですね、NATO が。 そうなんだよね。まさにプーチン大統領ってそんな思いを持ってるってことなんだよね。で、逆に東ヨーロッパの国々って好きでロシアと付き合ってたわけじゃないわけだよね。ソ連の言うことを聞かなきゃいけなかったから、ソ連が崩壊したから、わーい我々は解放されたんだって言って、ソ連から逃げ出したというわけだよね。だけど、まあロシアから見れば、かつての仲間だった国々がどんどん NATO に入ったっていうことは、東ヨーロッパの国はロシアから逃げたんだけど、 ロシアから見ると、あ NATO がどんどん東に攻めてきたなって、こういうふういふに受け止めてるんだよね。うん、であの東西冷戦ってね、なんとなく怖い時代だなみたいなこうイメージがあったんですけれども、結局、東西冷戦時代は、その西と東が戦争になることってなかったんですよね。だから、NATO って全然東西冷戦中は武力行使をすることは一切なかったんだよね。 うん。で、その武力行使することになったのが、旧ユーゴスラビアで起きた内戦ってことになるわけですね、はい。そうだよね。東西冷戦が終わって、ユーゴスラビアって本当にいろんな民族、いろんな宗教の人たちがいたのが、それぞれ独立したいってバラバラになってしまって、こう、ユーゴスラビアで内戦になっちゃった。で、特に、旧ユーゴスラビアをこう構成していたセルビア。セルビアの中から、さらにコソボというところが、セルビアから独立したいって言い出したら、 それをセルビア軍がそれを阻止するためにコソボを攻撃した。え大勢の犠牲者が出ちゃったもんだから今度はこうアメリカを中心とした NATO がセルビアに対してコソボを攻撃するのをやめろって言ってセルビアを攻撃した。1999年3月のことなんだけどね。NATO がセルビアを攻撃したんだよね。 うん、であの私、セルビアの、ま、首都のベオグラードっていうところにあのいろいろな文学作品を読んだりいろいろしたときにあのすごくこうどんなところだろうっていう <laughs>、はい、なんとなくこう,なんてうんですか、ね、冷たいような空気が流れてるんだけれどもすごくこういろいろな問題というか、ま、人がこう交わるようなところなんじゃないかなって感じたんですね。<laughs> っていうのは難民の取材していてもみんなここを通った。 ベオグラードに何日かいたっていう話もしていたので。うん、で、あの、たまたまこの近くに取材に行くことがあったので、たった一泊だったんですけれども、ベオグラードに2018年に行ったんですね。はい、で、その時に、首都のベオグラードの街の本当に目抜き通りの交差点のところに、こんな光景が広がっててびっくりしたんです。これ、その1999年の,あの空爆の後なんですよね。 あそうですね、NATO によって空爆を受けたところ、セルビアそのまま残してるんだよね私が行けたのはたまたまここの一角だけだったんですけれども、何もしないで、本当にこう晒してると言いますか、うんあの、負の遺産を取っておいているみたいな、うん、あのイメージがあったんですけれども。 なんだかあの広島の原爆ドームではないですが、このセルビアの人たちにとって、この時の空爆っていうのは、もう絶対に忘れないっていうようなこうのものだったのかななんて思ったんですが、うんうん。そうだよね。アメリカ軍を主体とした NATO によって、えー、我々はひどい目にあったんだっていうことを、それを絶対忘れないっていうのが、こういう形で残ってるって。 ことなんだろうね当時っていうのは、うんあの、セルビア軍の参謀本部が爆撃されたんですか、はいうん、ここがだから、そのセルビア軍の参謀本部の建物だよね。じゃあ,あの、ちょっとね、あの通りの両側に、うん、あのこれ、あったんですけれども、うん、これ、両方ともなのかしら、うん、あこれね、あのどうも、つながってたらしいんだよね。なるほどの上の部分で、2つのビルの上の部分がつながってたらしいんだけど。 うん、そこをピンポイントでミサイルで攻撃したんで、この別々にこう破壊された建物になったみたい。あなるほど。あの、うん、真ん中のところですね、じゃあ、ね、あ、そう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 。この手前のところと向こう側。うん、ここがね、のところ。まあ、はいはいど。どうもね、つながってたらしいんだよね。なるほど。それをこう、アメリカ軍のピンポイントで、ここだけミサイルであの破壊されたっていうことらしいんだよね。うん うん、あ今、ね、今やっと理解ができました、これ、なんで <laughs>、うん、両側に同じようなデザインの建物ですよね、はい、で下をこう通りがね、あの駅からずっとまっすぐ通ってるんですよ。うん、あそっか、分かりました下、下道路になってるね、道路なんですよ、だから本当に目抜き通りで、ここ、坂になってるんですけどね、こうずっと下っていくとあの、今はそこの駅使ってないんですけれども、いわゆるこう当時は中央の駅として使われてた駅舎があるんですよ。うんうん、で 考えてみると、セルビアって、あの、宗教で言うと、東方正教会でしょはい。で、だからロシアも東方正教会で、セルビアってやっぱりスラブ系なんだよね。なので、当時、実は、この、セルビアが攻撃されたことに対して、ロシアがかなり激しく反発したんだよね。ある種ね、ロシアにしてみると、セルビアって、なんか親近感があるらしいんだよね。民族も似てるし、あの、宗教も同じだし、というので、 セルビアが NATO の攻撃を受けて大きな被害を受けたということに対してロシアが相当なな恐怖心を持ったらしいんだよねねるほど、ね、あのウクライナに対してもウクライナも正教なので、うん、あのプーチンさんの方はとてもあのウクライナを大事に思ってるっていうようなあのところが あるみたいなんですよねちょっと見方によっては片思いかもしれないみたいなところもあるんですけれども <laughs>、うん、でもウクライナは歴史がある国ですから、うん、あの修道院とかねそういうところがあって、うん、でロシアからみんなそこに巡礼に来るっていう、うんまあ、そういう意味でも、まあ、今回ウクライナのことをすごく言ってますけれども宗教的なところもこう意味合いとしては強いのかもしれないですよね。うん、であの2011年のの3月に北アアフリカのリカビアで 民主化運動が起きましたよね。であアラ,アラブの春ですね。<あ>うん、アラブの春、そうですよね。はいうん、で、チュニジアから始まりましたよね、あれは。はい。そうでした。で、うん、それがあのリビアにも広がってったということだと思うんですけれども、当時カダフィ大佐が政権を取っていて、住民を軍隊で弾圧するっていう、まあ、武力を使って弾圧するということがあったので、この時も NATO 軍がその住民に対する攻撃をやめろという警告の意味もあって でリビア政府軍を攻撃した、でうん、リビアの政府が公開したっていう、そんなきっかけにもなりましたよね、うん、だからあの、ある意味、ナルトっていうのはあの力があるっていうふうに、その時思ったんですけれど、うん、だから、ねあの、NATO 軍が本気になって軍事攻撃をすると、ひとたまりもないんだっていうことを、ロシアのプーチン大統領を目の当たりにしたわけだよね。うん だからね、東ヨーロッパの国々が NATO に入るというのをロシアから見ると NATO がどん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 東にやってくるで、その上、かつてソ連で我々の仲間だったものまでが NATO に行くそんなことは許せないってこういう歴史的背景があるんだよね。うん、あのなんとなく思いはね、全くわからないわけじゃないなっていうこの経緯を見てくると思うんですけどこの西と東の近郊っていうか、 それれは崩れちゃううんんですかどうなんですすかかどなこれはだからどうするかってことだよね。ウクライナがとにかく NATO に入ろうとするとロシアはそれを絶対許せないって言って戦争になりかねないだから NATO があのどうするのかあるいはウクライナはこう NATO に入りたいって思ってるけど、まあ、当分やりませんっていうのか NATO としても建前としては入りたいって国はどこでもどうぞって言うんだけど、まあ、すぐにウクライナ入りたいと言っても入れませんっていう。 そういう妥協が成立するかどうかだよね。 うん、あのゼレンスキー大統領も、BBC のね、イギリスの BBC のインタビューを受けていたときに、NATO に入る、入らないという態度をどうするのかっていうことをやっぱり聞かれてたんですよね。その時にそに、NATO う云ぬじゃなくて、私たちはこう独立っていうものをあのちゃんと保っていくために話し合いをしているということを強くこう言っていたんですよね。あともう一つ、別の報道だったんですけれども、NATO が必ずしも私たちを歓迎しているわけではないって言ってたんです。うん だからそれは分かってると思うんですよね、ゼレンスキー大統領も。だからあの、入りたいと国として思ったとしても、すんなりそれができるわけではないと思うんですよね。だから、あの例えば時間をかけるとかあの、今はそういう状態に置かないとか、何かこの NATO を巡ることで解決策を探ってくれたらいいなと思っていたら、軍事侵攻うんぬんってことになってきたので。 なんとかそのところでねうまい答えを出してくれるといいんですけれどもね本当だよね YouTube 学園から新たに本が生まれました世界を救う MRNA ワクチンの開発者カタリン・カリコこの YouTube 学園の動画でも紹介した方ですポプラ新書絶賛発売中ですよろしくお願いします